日本サッカー協会は ANA とメジャーパートナー契約を結んだと発表しました。強みを融合させて新しい価値を生み出しながら活力ある社会づくり、 SDGs の達成やウェルビーイングに資する環境づくりに推進していきたいと考えています。メジャーパートナー契約では ANA がすべてのカテゴリーの日本代表チームの遠征や選手の育成、指導者、審判の養成などをサポートするということです。契約期間は北中米ワールドカップが行われる2026年の年末までです。日本サッカー協会は去年の年末まで日本航空とサポーティングカンパニー契約を結んでいました。